どうも、トラキシです。阪神タイガース、前半戦、オールスター前最後のね、一戦を、勝利出しました。まあ、勝ったけども、っていうような展開やったけどもな。まあ、勝てたので、チームが苦しい中勝てたので、まあ、よしとしましょう。はい、まあ、先に試合振り返っていくとね、1回表、ツーアウトランナー満塁のピンチ招くんですけどもね、ビシエド選手をサードゴロに打ち取ってピンチ脱出して、その裏、佐藤輝明選手が、10号スリーランホームランで先制です。このホームランでね、佐藤輝明選手ルーキーやから、3年連続2桁10本ということで、タイガースでは史上3人目の、ルーキーやから新人から3年連続2桁ホームランです。そして左バッターで初ってことでね、佐藤輝はね、まあ20本もね、記録持ってるのであと10本頑張ってくれ、まあ、お目覚めの一発かなっていうところでね、まあ本来の調子じゃないと思うんやけども、ナイスなホームランでした、本当に。はい。そして、2回裏。ピッチャー西純也投手の、昨日の僕のね、願いが通じたかのような。もう純也、打ってくれ。打ってくれ、ね。もうあかんわ。打ってくれ、純也。二刀流。二刀流頼むわ、マジで。打ってくれ。頼むわ、ね。はい。タイムリーで、はい。ナイスバッティングでした。タイムリーナイスバッティングでした。でもね、ホームラン打ってほしいとは言ったものの、ホームランってなかなか出んからな。まあ、さすがでも二刀流の活躍ですよ。僕が望んだ通り、打ってくれたんじゃないでしょうか。ナイスバッティングでした。でね、まあ、3回表、宇佐美選手タイムリーで、まあ、1点返されるんですけどもね。まあ、ほんと毎回のようにランナーしたんでね、1回から3回までね。でもそこを1失点でしのいだっていうところでね、まあ、良かったんじゃないかなと。西純也投手良かったんじゃないかなと思います。はい。そしてタイガース打線の方はですね、3回、4回、5回、6回、7回、8回。すべて、スコアリングポジション。得点圏にランナーを置いてですね、はい。無得点。ここでね、1点でも取れればね、もうちょっと楽に戦えたんじゃないかなと思うけど、現地テレビで見ててもね、ちょっとしんどかったよ、疲れたよ、ずっと疲れたけど、現地おったら多分もっと疲れるやろ。よし、得点のチャンスやってて、またか、得点のチャンスや、またかって裏切られるけど、現地おっても多分しんどかったんちゃうかなと思います、本当にね。はい。まあでも結果的にはね、もう勝ちが一番の薬なんでね、勝てたことは良かったですけども、こういうところでね、どんどん打線が繋がって得点できるようにね、後半戦はしてほしいなと思います。はい。まあ言うてもね、6回の中野選手のあたりはちょっと惜しかったな。もうさすがというか、大島選手の、ファインプレーで、まあ点入らんかってんけども、あのプレーはね、本当ビッグプレーですよ。敵ながら本当拍手ですね、本当ね。はい。まあ、ね、もっとね、点数取れるようにしていきましょう、ほんと。11アンダーも放ってんねんからな。まあ、ここではね、ドラゴンズが11アンダー打って1点やぞっていうのはね、まあ、あえて触れないですけども。まあ、やっぱこれからあれを目指す上にね、自分たちは11アンダー打ったら5点、6点は最低でも取れるように、7点、8点で取れるようにね、していかないと、取れるところで点数を取っていかないとね、ひっくり返されるっていう試合もあるわけやからね、ドラゴンズとの初戦、思い起こせばひっくり返されてるわけやんか。っていうところでね、1点よりも2点、2点よりも3点点でどんどん取れるようにね、しても行ってもらえたらなと思います。はい。そして先発西純也投手がね、7回9安打を打たれながらもね、1失点で粘りの投球で、見事3勝目。虎の二刀流がね、今日も大活躍でした。ナイスピッチングでした、本当に。はい。そして、2番手一大志投手が、ピンチ招くんですけども、1回無失点で抑えてくれました。ナイスピッチングでした。はい。そしてですね、3番手岩崎投手が、まあ、体調不良からの復帰登板というところでちょっと心配だったんですけどもね、もう大丈夫やぞ俺はと任しとけっていうようなね、圧巻のピッチングで、三者凡退に抑えてくれまして、見事勝利いたしました。はい。もう最後ね、終わり良ければ全て良しっていうところで、前半戦ね、中日に3立てせずに、まあ、連敗が止まったっていうところでもね、良かったんじゃないかなと思います。最強ホークス、最強ホークスですらね、今9連敗してる状態なんでね、野球って怖いなって改めて
感じてるところでございます。怖いなっていうところで、まあだからこそ勝てたらね、やっぱいいし、ピッチャーがね、ほんとタイガースいいのでね、バッター自体さえ打てれば勝てるので、はい、そこまでの大型連敗っていうのはないんかなと思いますけど、逆に言ったらね、大型連勝が今んとこ全然ないんでね、どんどん3連勝4連勝5連勝6連勝とね、伸ばしていけるようにね、後半戦頑張っていきましょう。そしてね、広島が横浜に3立てしたってところで、まあ1ゲーム下にはいてますけども、はい、阪神タイガースがね、単独首位で、オールスターを迎えれるってことで、後半戦を迎えれるってところでね、まあ広島はね、直接、ウルトラの3連戦あるのでね、7月後半に、そこで、直接倒せばいいだけなんでね、はい、倒していきましょう。はい、ではね、本日は、六甲おろしを歌ってね、気持ちよく終わりたいなと思います。はい、強い強い阪神タイガース、六甲おろしにさそうと蒼天かける日流の青春の吐きうるばしく輝く我が謎阪神タイガース、おう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 阪神タイガース、フレー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 。はい、あとね、一個だけ、まあ、オールスター阪神の選手かなり選ばれてますけどもね、まあ、リフレッシュ、楽しみながら、お祭りなんでね、オールスターね、楽しみながら、他球団の選手と、まあ、いい情報というかね、まあ、練習であったりとか、いい調整方法であったりとか、いろんな一流プレイヤーからね、学ぶ場でもありますし、はい、楽しみながら、体も心もリフレッシュして、後半戦新たな気持ちでね、あれへ向けて、一緒に頑張っていきましょう、戦っていきましょう、本当に。はい、僕はね、応援することしかできないですけども、毎試合現地おる日も現地いない日もね、全力で応援してますんで、はい、みんなで一緒に、18年ぶりのあれへね、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。もう頑張ろうしか言えないけどね。僕らはね、みんなで一緒に戦いましょう。はい。てことで、はい、今日の動画は以上で終わりと思います。本日も皆さんありがとうございました。タラハー。